それから、すでに長い歳月が流れた。衛生士に入社し、資材家に席を置いてからでさえ、八年が経つのだ。その間、私はこの事件を思い出したこともなかった。過ぎ去った朝鮮での動乱と同じに、それは、遠い過去の底に埋もれ、忘れられてしまっていた。ところが、 突然その記憶が私を尋ねてきた。その時、ふと私が心の奥に隠し持った秘密の扉に突然のノックを受けたような老媒を感じたのも、思えばそんな過去と現在の自分との距離のあまりの遥かさに理由があったのかもしれない。とにかく、それは誕生日の祝いに部長の家に馳せ参じた。 ついこの前の日曜日の夜であった。部長には子供がない。そのせいか、社員を自宅に呼びたがる癖があったが、なぜか私は部長夫人のお気に入りで、その夜も後に残り、ポーカーのお相手をせねばならなかった。部長自身は庭にしつらえた水槽の無数のデメキンや乱中、 新種の禁乱子などへのお世辞に疲れ切って、社員たちと飲み直しに出かけていき、十時になると、残ったのは、私と、もう一人の見知らぬ男だけになった。まあ、たったお二人だけ自分の計画通りのくせに、肥満体の夫人は、熱いコーヒーの盆を持って部屋に入りながら、嬉しそうにそう声を上げた。 見知らぬ男に私を紹介した。部長の遠い親戚にあたるという私と同年配程度のその男は、色が黒く動作も存在で、私は初めから虫がつかなかった。彼は、どこか天皇の兄弟に似ていた。やっと静かになったと思ったら、少しひっそりしすぎちゃったようね。 でもあなた、まだ平気なんでしょどうせ遅くなるんなら、ここが一番安全だし。賑やかに私に笑いかけながら、夫人はカードを机に乗せ、慣れたディーラーの手つきで、横に撫でた。一列にゆるく弧を描いて広がる得意の技術だったが、手のひらが粘ったのか、一枚がこぼれて、ひらりと床に落ちた。 拾おうとして私がかがんだとき、斜め前の椅子にいた男が同じようにカードに手を伸ばした。そのとき、硬い音が聞こえ、彼のポケットから丸い金色のコンパクトのようなものが落ち、私の目の前に転げた。蓋が開き、それは私の手の近くで止まった。カードは彼が拾い、 私は椅子を降りてそれを取った。が、どうやらそれはコンパクトではないみたいで、メッキの剥げかけた古ぼけた蓋の裏は鏡ではなく、黒をバックにして白っぽい洋装の女の肖像が細密に描かれてあり、絵の女はこちらを向きひっそりと微笑していた。一瞬のことだったが、親と私は思い、 もう一度その女の絵を眺めた。清潔な、静かな表情の若い美しい女で、どこかで見た記憶があるような気がしていた。でも、とっさに思い出すことができず、失礼だと思い私はすぐ蓋を閉め、それを男に返した。一種のロケットのようなもので女は、 きっと彼の恋人なのだろう。だが、私はしばらくは、その遥かな国の人のような美しい女の肖像が、奇妙に甘く懐かしい印象で目の底に残されているのに心を取られていた。ポーカーの最中、一人上機嫌な部長夫人の前で、男は無表情な沈黙を続けていた。 それに感染したのか、普段は饒舌な私までが言葉少なだった。彼は、境内の工学部出身の技術屋だという話で、カ西という名前だった。カ西さんは、独身ですか何か喋りたくて、私はそう話しかけた。あんなご丁寧な肖像など持ち歩いて、 現物には手の届かぬ証拠だと思っていた。ええ。沈黙が来た。私はむずむずしてきた。バカバカしいことだが、私は彼のその天皇家の親戚みたいなもったいぶった様子に、一種の敵意に似たものを覚えていた。ははーん。今の人が恋人ね。でも、 どうして結婚しないんですその時、笠石の目が光った。彼は、まるで奇跡でも見るような目で私を見つめた。ご覧になったんですか女をさも意外そうな彼の口調に、私はうろたえて答えた。だって、勝手に蓋が開いていたんですよ。失礼とは思ったんだが。なあ、匂い。 大。夫人が目を手札に注いだままで言った。だが、笠井氏の目は依然として私を見ていた。あの女、死んだんです。ほう、そうですか。それはそれは。私は奇妙に彼に対し意地悪くなる自分を抑えきれなかった。それは、 その人を思い続けるための絶対の条件ですよ。はは。なんだか羨ましいくらいだ。フルハウス。夫人が華やかな手札をさらした。彼女の勝ちであった。が、その夫人が何かを言いかける間も与えず、河西氏はおっとりしたご調ながら、きっぱりと宣言した。あなたが、 羨ましがるのは自由だ。だが、僕が同じそのことについて、死ぬまで自分への嫌悪を持ち続けなければならないのを、あなたにからかわれる理由もない。この女は、僕以外の男との新婚旅行の途中で、記者から飛び降りて自殺してしまったんです。え、知ってますよ僕その人。 バニュー川に飛び込んだ人じゃないんですか突然、スルスルと幕が開けていくように私は思い出した。肖像の主は、あの、秋の夜の、髪に白い花を刺した女だった。眉の濃い、唇の小さい、中年の金貸しと一緒に座っていたあの女なのだ。だが、 その時、笠井氏の見せた驚きの表情は異様だった。むしろ、恐怖に近い目で、彼は、まじまじと、穴の開くほど、私の顔を見つめた。僕、同じ記者の、それも、あの新婚だという二人の前に、ずっと座ってたんです。そう、あの人、白い箱型のハンドバッグを持っていました。 そうでしたか。ご存知だったんですか。でも、どうして。笠井氏は、やがて目を伏せて言いかけたが、私の強い眼差しを避けるように語尾を濁した。僕の恋人でした。あの人が、 親子ほど年齢の違う相手との結婚を決意したとき、僕は、あの人と一緒の部屋にいました。今度、異様な興味を示したのは、部長夫人だった。気ぜわしくカードをしまいながら、夫人は、私、今まであなたの縁分なんて、まるで想像できなかった。多分、ポーカー向きの、 そのお顔のせいだわ、と言い、熱烈にせがんだ。笠井氏は両手をたくに組むと、やっと決心したように、うつむきがちに話し始めた。